担当参議院議員木谷よし子さんに来ていただいております。それでは宇都宮県議への応援演説をいただきます。よろしくお願いいたします。お集まりの皆さん、銀座ご通行中の皆さん、こんにちは。ただいまご紹介いただきました日本共産党参議院議員の木谷よし子です。本日はおととい告示されました東京都知事選挙で、何としても宇都宮健児さん、宇都宮健児さんを都知事へと押し上げていただきたくお願いの機会に参りました。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、東京都知事選挙はおととい告示されましたが、昨日は国会が開会いたしました。国会開会日の昨日、国会周辺にはたくさんの市民の皆さんが集まって、昨年末の秘密保護法の強行採決許さない断固廃止へ、消費税の増税なんてとんでもない、社会保障の切り捨て許さない、声を上げておりました。こういう国民の抗議の声で始まった国会ですが、安倍首相はその声には一切耳を貸さず、原発は再稼働の方針、消費税増税も社会保障の切り捨ても雇用の切り捨ても変えないという姿勢です。こういう国民の声を無視する安倍政権の暴走を食い止める審判、この東京都知事選挙で下っていこうではありませんか。そしてもう一つ、石原、猪瀬都政で続いてきたこの14年間の都民の暮らしよくし、左手と都政を切り替えるチャンスでもあるこの東京都知事選挙、日の一番に立候補を表明された宇都宮健児さんは、その安倍政権の暴走ストップ、都民の暮らし、福祉優先の都政を作ると公約に掲げて立候補を表明されている、この宇都宮健児さん、宇都宮健児さんを何としても都知事へと押し上げようではありませんか。どうぞよろしくお願い申し上げます。さて、私が今日この場で宇都宮健児さん応援するにあたって特に訴えたいのが雇用の問題です。私はこの間、東京都内で働く皆さんの声伺ってまいりましたが、その現場の実態深刻です。昼休みが取れない、有給が取れないのは当たり前、お前なんか使い物にならない、上司から罵倒されている、過酷なノルマで24時間机から離れられない、ネットで購入した人の苦しみをラムネのようにボリボリかじりながら仕事をした、命の危険を感じた、こういういわゆるブラック企業、若者使い捨ての職場で働かされている皆さんの声を聞いてまいりました。宇都宮健児さんはこういう若者使い捨ての働かせ方は許さない、首都東京からブラック企業規制条例作ると公約に掲げていらっしゃいます。その中でも重要なのが労政事務所の拡充です。私は先日、昨年の国会でこの労政事務所の問題を取り上げましたが、東京都内には6つの労政事務所があり、年間5万件もの労働相談を受け付けている、ブラック企業規制にはなくてはならない労政事務所です。それを今度東京都は統廃合し、八王子国分寺にある労政事務所をなくしていこうという計画を立てております。それに対して宇都宮さんはそんな統廃合を許さない、ブラック企業規制のためには労政事務所の人員拡大し、拡充して窓口を増やしていくことこそが必要だと訴えている、まさにこの東京、日本の未来を担う若者の使い捨て労働を許さない、本気で取り組んでいるのが宇都宮健児さんただ一人なんです。他の都知事選の候補者はどうでしょう。例えば自民公明が推薦している増添氏、彼は厚生労働大臣時代何をしたか、ホワイトカラーエクゼンプション、つまり残業代未払いを許す悪法を家族団らん法などという名前で押し通そうとした
保証なんです。その人が応援するような人にブラック企業を根絶できるわけがないではありませんか。本当に若者の立場に立って使い捨てにする労働を許さない、ブラック企業ゼロをこの東京から作っていけるのは都知事候補の中では宇都宮健児さん、宇都宮健児さんただ一人です。ぜひとも宇都宮さんを都知事にして、若者が泣き寝入りしないで済む東京、ブラック企業のない日本作っていこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、宇都宮健児さんはブラック企業だけではない、原発防災教育暮らし憲法、さまざまな政策、具体的に現実的に実現できる政策掲げている唯一の候補者です。都民の皆さんと一緒に都政を変えると訴えているこの宇都宮健児さんを都知事にして、この東京から本当の民主主義、一人一人の都民の声が大切にされる東京都作っていこうではありませんか。そのために何としても宇都宮健児さんを都知事へと送り出していただきますよう心からお願い申し上げまして、この場からの私日本共産党平井淑子からの